皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回はモチベーションの保ち方についてお話ししていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE でお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方はリンクをチェックしてみてください。友達登録もお願いいたします。モチベーションってどうやって保っていますかと、モチベーションを高く保つ秘訣を教えてくださいと、こういった質問っていうのはかなり来ますよね。だからこそ YouTuber の方だったりとかもモチベーションについて発信されている方っていうのは少なくないんじゃないかなっていうふうに思います。モチベーションないんですっていう方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。僕もですね、モチベーションを意識しなくなったので、今でこそあんまりそのモチベーションって言われたらモチベーションだーって考えたりもするんですけど、やっぱこういったお題に触れることによって自分の中で勝手に出来上がってるモチベーションを保つきっかけだったり、確かにこれがモチベーションにつながってんだよな、あ、これもモチベーションにつながってんだよなっていうのもあったりするので、まあ、そういったところも含めてお話できたらなっていうふうに思います。まずはですね、モチベーションを保つためにはどういった行動がいいのかなっていうところなんですけども、まず一つ目はですね、習慣化ですよね。人間習慣化するためには、まあ、3ヶ月6ヶ月かかると言われているんですけども、まあ、それぐらいしっかりと継続できている方はおそらく習慣化できているんですよね。朝起きてご飯食べるじゃないですか。ただ朝ごはんを食べないことに慣れてくると、それが習慣化して朝ごはん食べれないんですっていう結果になるわけじゃないですか。そういったようにやっぱり人間慣れてる行動があると思うんですよね。だから朝お腹空くはずやのに、朝ごはん食べない習慣をつけてると朝お腹空かへんからご飯食べないっていう考えにもなったりもするんで、なのでまずはトレーニングだったりとか食事の意識っていうのを習慣化する。なんでじゃあ習慣化するのかというと、習慣化しなかったらストレスになるからなんですよね。だからなんでやってんねやろって自分に問いかけるような時間が増えるんですよ。トレーニングなんかまさにそうじゃないですか。トレーニング別にやれって言われてるわけじゃないんで、やらなくてもいいわけなんですよ。でもトレーニングやってて犠牲にしているものがあれば、なんでトレーニングしてんねやろ、こう考え始めるともう次モチベーションなくなってきますよね。俺女性にモテるために始めたらモテへん、なんで筋トレしてんねやろみたいな答えになるわけじゃないですか。習慣化していればそんなこと別に考えずに、よっしゃ今日も仕事終わってから筋トレ行こうかっていう考えになるわけですよ。時間が定められてるから習慣化しやすいんですよね。僕も朝にトレーニングしやすい環境の時は朝に習慣化してたんですよ。でも今は仕事終わってからっていうのがベースになってるので、本当に夜にトレーニングするのが習慣化してます。だから今朝トレーニング行くってなっても起きれないんですよ。変化をしようとするとストレスになって、行くのめんどくさいなぁになるんですけど、なんか終わった拍子によっしゃ筋トレ行こうかとか、よっしゃこれやる前は筋トレやなとか、タイミングが定まっていればやりやすいんじゃないかなと思います。だからモチベーションに左右されずに継続をすることができるっていうのはやっぱ習慣化することだなっていうふうに思っています。二つ目ですね、モチベーションでよくあるのが気持ちを上げるために音楽を聴くですよね。僕はあまり音楽を聴かないんですよ、トレーニング中に。もともとバンドやってたっていうのもあったので、もう頭振りたくなるような曲を聴いて、もうデスボイスを聴きながらトレーニングをするっていうのは好きやったこともあるんですけど、曲を聴くとこう持ってくるとともになんかテンションが上がるじゃないですか。テンションが上がるとモチベーションって関係なく、もうよっしゃやろうかっていうスイッチが入るので、まあ音楽も一つの手かなっていうふうに思います。三つ目ですね、あらゆるものに当てはまるんですけど、それが目標を決めるですね。正直目標が全てやと思います。僕が今こうやってトレーニングにモチベーション左右されてないのは目標があるからなんですよね。自分の中でこうなりたいっていう目標があるからこそ、全くそこに左右されず、もうそのためにはもうやらなあかんからやってるみたいな感じでやってます。でよく失敗する目標としては、夏までに痩せたい、この内容でダイエットしてる人はもう今年じゃあいいや、来年にしよう、これが繰り返されるんですよ。別に毎年毎年夏は来ますからね。なんでかというと、やっぱり明確じゃないからですね。筋トレに関係なく何でもそうなんですけど、明確な目標があれば頑張れるんですけど、アバウトな目標があれば後回しにできちゃうんで、結果的に優先順位は後なんですよね。って考えたらあんまり頑張れなくなってしまったりもするんですよ。だからここまでにこれをするっていう明確な目標っていうのは重要になってくるなっていう風に感じています。僕の場合はこの大会で優勝するぞっていう目標があるんですけど、これが手前の目標で、この先、その先の目標まで全部あったりするんですよね。僕の一番の目標はすっごいアバウトです。アメコミヒーローのような体になりたい。これが僕のね、一番トップにある目標なんですけど、この体になるために
段階があると思うんですけど、この段階は明確にしてるんですよね。ここで結果を出す、ここで結果を出す、ここで結果を出す、まあそういったあの段階的な目標っていうのが明確にあれば大丈夫です。明確な何かこういうのになりたいなっていうのを掲げた手前に結構達成できる目標っていうのを掲げながら、一個一個目標達成するたびに、あ、やった、目標達成した、イエーイ、ご褒美、一回一回ご褒美あげてください。もうそうすると楽しんでできるようになってくるので、気づいたらもう安定したメンタルになるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ実践して感想がある方はコメントお待ちしておりますということでですね、本日のこの動画は以上になります。今回の動画が良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄には新商品の情報などを掲載しております。公式 LINE のリンクも貼っておりますので、気になる方は LINE 登録もお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。